大阪市で積年の課題となっている放置自転車。南海難波駅周辺には駐輪禁止の看板があるにもかかわらず、至る所に数えきれないほどの迷惑駐輪が目立ちます。取材中にも、自転車ってここ止めちゃダメなんてご存知でした？知ってるよ。知ってる、うん、そこに駐輪場あるじゃないですか、うん、止めない理由とかってあった？3分で帰ってくるのに止めてもしゃあない。こんにちは。ちょっとだけ1分だけいいですか？お父さんどこ行くんですか？競馬。競馬な、何、ね、自転車ね、ここ、うん、そこに駐輪場あるじゃないですか。いつも止めてるから、みんな止めてるから。ここに止めた理由とかって何かあった？教えてほしい。ちょっと急いでたんで、はい。なんか持ってかれる怖さとかないですか？あ、持ってかれんようにもロックはしてます。有料の駐輪場が近くにあるのですが、歩道に自転車を止めていく人たち。迷惑駐輪はここだけでなく、御堂筋沿いやアメリカ村でもご覧のようなありさまです。自転車が止まっていてベビーカーが通りづらそうです。自転車が歩道を塞ぎ通行の妨げになっている場所もありました。こうした迷惑駐輪を撲滅するため、大阪市は今日から新たな取り組みを実施。午前10時過ぎ、今放置自転車のリアルタイム撤去が始まりました。次々と自転車が撤去されています。これまで大阪市は違反を知らせる札をつけてから一定の時間が経った後に撤去を行っていましたが、今日から放置された自転車やミニバイクを見つけ次第即時に撤去するリアルタイム撤去が試験導入されました。ただいまから大阪市自転車道路駐車の適正化に関する条例に基づき、放置自転車道路撤去作業を行います。新たな施策について街の人は、なんか両方の気持ちわかるんで、なんかこう何もなくてクリーンな方が本当はいいと思うねんけど、やっぱ若い子たち便利やからちょっと止めたいなっていうのがあると思うんですよね。すぐ持っていくっていうものに関してはどう思いますか？そうですね、すぐ持って行って困る人もいるかもしれないんですけど、まあ良くないことは良くないので、まあ、それはそれで仕方ないのかなと思います。 MBS 取材班はこれまで何度も大阪市の放置自転車の問題を取り上げてきました。2003年迷惑駐輪日本一と言われた JR 寺田町駅では、ちょっともうあの20人止めたらあかんで、ダメでな、よいしょ、おいしょ、そうそう、2列になってもダメで、今困ってるから、あっち中入れてちょうだい。うん、はい、これ元から元からそれあかんねん、だから今整理してんねん、我々みんな。はい、はい、ちょっと動かして、人が通るし、車の通るとこや、今整理やってるからね、お願いします。そう、電車間に合わない。それ急ぐ気持ちわかるけど、中止めてちょうだい。いや、おじさん、はい、お願い、これ置いてよ、どっか置いててよ、電車間に合わなくなる。どういうことですか？こんな虹に止めたらあかん、困る、こんなとこにと。お前何しとんぜこら、そこまでせんでええやろ。自分が足引っかかったらこんな二重に止めたらあかん言うとるやん。大阪市もこれまでさまざまな対策を実施してきましたが、去年1年間で撤去した放置自転車の数はおよそ9万台に上ります。今までは札を貼ってから撤去するという形だったものから、はい、リアルタイム撤去に踏み切った理由っていうのを、一定時間猶予してからの即時撤去ではですね、一旦自転車を他の場所へ作業中、移動させてですね、また作業後、元の場所に放置されると、南に来ればですね、いつ何時即座に撤去されるかもしれないというような意識をですね、自転車所有者さんの方に持っていただいて、より一層のですね、放置の抑制効果を高めていきたいと。今日から始まったリアルタイム撤去は放置自転車撲滅に向けた最後の切り札となるのでしょうか。